カボラジ。どうも皆さん、おはようございます。黒緑工房の白い引き出しと音符と米玉と青いムーブです。カボラジは黒緑工房が毎週月曜日にお届けしているラジオです。メインパーソナリティは白い引き出しです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。イエーイ。32回目お願いします。お願いします。お願いします。はい、今は黒緑工房配信始めの後に撮ってます。あ、配信始めね、うん、しましたね。したね。あったね。はい、初詣行ったね。初詣行きました。行きましたね。なんかどうやら1月6日今日すごい吉日らしくって、はいはいはい、うん、何かを始めることにすごい良かったりとか、はい、あとなんだ、目標を掲げるのが良かったりとかする日やったみたいで、めっちゃぴったりよと思って。ぴったしやな。ね、ぴったし。みんなで目標も言ったし、叶えるために動いていきましょう。はい、頑張りましょう、はい、お願いします。見とけよ。お願いします。します。頑張りましょう。頑張りましょう。何が来るんや。で、今日はありがたいことにお便りが届いていますので、はい、はい、あ、お便りを読ませていただきたいと思います。読んじゃったってください。ラジオネームがないので内容に入れます。はい。はい、簡単かどうかは分かりませんが、黒緑工房の皆様がもしコンセプトカフェみたいなものに出るとして、自分のメニューを出すとしたらどんなメニューを作りますか？というお便りをいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。なんてワクワクするお便りを送ってくれはったんや、ね、こんな俺ら楽しいよ。こんな考えちゃうのさ。はい、今回は2時間スペシャルとなっています。おー、長なるパターン。まあまあまあ、まあ、いけるけども。ほんまに作ろうとしてる今から。全然いける。え、コンセプト、うん、カフェってことはコラボ。そうね、なんかコラボカフェ的な、それぞれのなんかコラボメニューイメージメニューみたいな、コラボメニュー的なやつ。よくあるスンパラでよくね。はい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 。そう、ウィパラね。そう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 、スイラね。あ、はいはい、やってはるやつやな。パラダイスのやつね。そうそう、スイーツがね。はい、出たやん。全部出たやん。それさ、コンセプトカフェってさ、うん、なんかスタンドのやつもらえるよね。はいはい、あくびみたいな。コックオフ、そうそうそう、コースターとかは、なんかそういうのも考えたいな。まあ、いいな、良、ね、きやわ。うわ、何にしようかな。迷うな、こういうのな。私は出すもん決まってんね。あ、そう。うん、まあ、だいたい予想できねえけど。そう、もう誰がどう考えても肉寿司以外ありえへんから。なるほどね、やな、肉寿司か。それなしがもしコンセプトカフェで何かコラボするってなったら完全に肉寿司。どんな肉寿司なの？それはオリジン、だって白だしの肉寿司ってことやろ、うん、はいはい、確かに。せやな。肉寿司ってさ、あの薄い肉寿司とか、はいはいはい、わかる、なんかレア生の肉寿司とか、うんうん、炙った肉寿司とか、結構種類があるのよ。まああるね、あるね、確かに。私が好きなのはあの分厚めの、ほうほうほう、ちょっと生感があるのが好きで、はいはいはい、そう、安い、私が出すとしたらそれを2貫、2貫で1つ、はいはい、うん、ほんま8貫ぐらいにしたんやけど、うんうん、結構肉寿司ってお腹にドンと溜まるから、ね、一旦2貫で、はいはいはい、ちょっとお吸い物をつけたいなと。あー、いい、ね、あー、いいですね。なんか上品な、うん、そうだね。それなしのイメージにぴったりやろ、ね、白だしのお吸い物ってこと。そう、もちろん。いや、それは、あー、そういうことか。白だし風味ですよ。ちょっと合ってるな。あ、なんか思わない何強けん、なんで強けん、こわ、なんか文句あるわ、やばい、なんもない、なんか文句ある、大丈夫や、全然、はい、そう、そのなんかおしやかな感じがしましにぴったりやろ、はい、なんか文句ある、なんかもう空間がすごいおしやさが、うん、になるかなって
思います。テンパっちゃってるって。めっちゃ汗かいてる。今日ゼロ距離だったから。ゼロ距離だったから絶対ね、座ってない。そう、なの鼻ついてるぐらい、鼻と鼻ついてるぐらいの距離で。文句文句あった？大丈夫やな。全然どうどういや大丈夫です。はい。文句いけ。よかったよかった。あね、いや私肉寿司と温泉はね、まあ、めっちゃいいんだ。そういえば肉寿司やもんな。うん、ああそうか。なんで笑ったの？いや、コンセプトカフェやから、いや、あーなるほどな。甘いものみたいな。羊モチーフみたいなとか、ね。あ、違う、そうそう、どっちかというとスイーツをさイメージしちゃったから、はい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 、ご飯もあるもんね。なるほどな。いやでもあるわ、あるわ、あるわ。オムライスとかさ、なんかそういうのあるやん。うん。はい。あるよ、ご飯系。なるほどね。あるやろな。いいじゃないですか。もしないんやったら私から始めるわ。ああいいじゃないですか、うん、肉寿司はもしかしたら世界初かもしれへんけどね。そうやな、多分あのそういうコラボカフェで生肉とか提供できる。あ、まずね、難しいと思うよ。難しいと思うけど、あ、肉寿司の案件あればぜひ白い木出しでお願いします。めちゃめちゃ豪華やんけ。お願いします。徹底的にやるもんな。やります。牧場コラボやな。牧場コラボですね。いいじゃん、食べたい。食べたい食べたい食べたい人だった。すごいな、話がちょっと変わっちゃったんだ。まあ、とにかく白だしは肉寿司と白だし風味のお吸い物、うん、はいはいはい、セット、そうメニューをしたいです。あ、いいね、いいですね、いいですね。じゃあ次お米さんは、わかりやすい。そうね、多分僕も多分わかりやすいよなって話では。わかりやすいね。そうね、うん、なお、まあ、もう背中に、うん、ついてるし、名前にもなってるから、ね、おにぎり一択ではあるよねって話もあるんやけど、シンプルなおにぎりや。そうやな、なんか、あ、確かにオリジナルの具ね、見た目は普通の、はい、あの白と白い白米にあの海苔貼った、うん、もういわゆるザおにぎりみたいなのにしといて、三角俵型、四角、三角かな、三角ね、あもう、うん、背中にマイクラの、ね、背中にしょってるやつ、ね、星とか円錐とか五水とかでもいいんやけど、五水むず、うん、いいんやけど、ちまきやん、ほんまやね、ちまきやん、一旦まあ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 三角かな、うん、一旦ね、はいはいはい、はい、中身をちょっとこだわりたいかな、でも、うんうんうん、いいねいいね、うわ何にしよっかな、こういうのあれやねんな、まともなも言いたくなくなるタイプやから。そうやな、誰しもがそう思ってると思うよ。え、いやでも そもそもさ、うん、何個なん、さっき肉寿司は2回、あ、うん、あそうね、おにぎりは何個、うん、3つかなって思う。3つ、ね、え、1個じゃないの、バカでかいの1個かなって。そう、だいたい中にスパゲティとか入ってるの。わかったわかった。じゃあバカでかいおにぎりの中にちっちゃいおにぎり4つぐらい入れておこう。いらねー、食ったのおにぎりや。うわ、いらねー、しかも4つも入ってるおにぎり。あのなんかマット漁師とおにぎり、いろんなそうなってるみたいなあるやん、なんか、はいはいはい、じゃあ、あのな、あの開けてうわーやねんけど、開けてもおにぎりやったら別に何も思わへん、むしろ気づかへんと思うで。あ、分かった、4つなんやったらメンバーカラーにしとこうや。うわ、あ、なるほどね。で、なって、その白中に入ってるおにぎり4つの中にそれぞれ具材入れとくわ。あ、なるほど。いやー、少ないな。そうそうそう。多いな。ご飯に対しておかずの量が。なおかつメンバーのご飯2名にしたら、白だしのとこは肉寿司になるし。また米入ってるな。また米入ってる。チョコエッグみたいになってんな、それ。温風とこ大葉、しそ、温風はしそかな。しそ、あ、でも美味しそうやで。しそのおにぎりは。青い氷やろ。青い氷って言われてるよ。なんかボケてる間に氷になってた。ボケてる間に氷になってた。いや、食いたくね。氷ね。すごい嫌やな。嫌やな。今ファンマークから考えていく。ファンマークあれな、瞑想かイメージから考えていくけど、それでいくと米田またおにぎりになるからね。ほんまや。なるほどね。まあ、か売り上げがさ、なんか出そうやな。わかりやすく。しかも食べるとこによって、あの当たり外れすごいけどな。そうやな、氷の場所あるから氷から行っちゃった、ガニはまずいやろ。カッってなるやん、水漏れてるみたいな。提供遅れたらビチョビチョなんてくる。なんでだ、嫌やな、嫌やな。ちなみに今、うん、あのおにぎりの中の、うん、おにぎりの中に、うん、お米はおにぎりやったやん、で白だしは肉寿司やったやんか、うん、で大体米やん、うん、で俺氷でしょ、溶けてなくなっちゃうやんか、びちょびちょになるだけや、うん、入ってる具材今んとこしそと肉寿司の肉だけやねん。お前な。ほとんど米と海苔っていう。あ、でも海苔に包んだ状態で入ってるから海苔も入ってるよ。なるほど、ね、いやもうそこまでしたら自分で握ってもらえよ、もうもうね、具材を、ね、でもさ、自分で
いやでもやっぱワクワク感大事やん。いやもう何が出てくるか。違う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 、あのワクワク感はでかいけど喪失感の方がでかいな。裏切っちゃうことになるからな。ほんまやな。中身はお楽しみにじゃないの。うん、あーなんか中からまたノリ出てきた。なんか間違いはったんかなってなるな。とノリ出てくるな。だって米玉のメニュー食べたら白だしのメニューお吸い物しかなくなるやん。やばいかぶってるやん。肉寿司食べれちゃうもんな。ダメやそれは。ダメか、うん、まあでもおにぎりはおにぎりかな。おにぎりね。そうやな。まあいいじゃないでしょうか。あとはそうやな、まあ、セットやったら、うん、まあ味噌汁とかかな。そうね。絶対汁物だ。あの別につけんでいいのよ汁物。汁物縛りとかじゃないのよ。この後どうしようかなってなっちゃう。まあまあ、でおにぎりにってなったら確かに お味噌汁っていうのは確かに理解できるね。まあ、嬉しいよ。あ、おさん俺らもなんかつけなあかんぞこれ。なんかつけなあかんのかな。サイドメニュー。サイドメニューね。つくかな。つくかな。まあ、セットってことね。じゃあそのまま音符は何がいい。そのままでこんといてほしいな。そのままでいくで、ね。いやーすごい。でもそうやな、二人はなあるけど、俺はワンマークが葉っぱなんで、うん、はいはい、確かにね、まあ、だ、今だ、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 かもしれない、まあ、そうね、分からへんな、まだ、うん、そうやな、あ、いつぐらいかな、ちょっと前かな、なんか白だしが植木に生えてる葉っぱの絵文字みたいな、なんかあるから、うんうん、あれ可愛いな、はい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 、なんかこう食べる植物みたいな、食べる植物って言ったらあれだけど、こう土はチョコレート、まあ、なティラミスで、土の部分は豆細工で葉っぱは飴細工みたいな、うん、あーいいやん、ね、まあ、そういう植物模したいい、ね、そうそうそう、抹茶チョコとかね、あーいいやいいや、あそうそう、でチョコかかってるとか、じょうろが置いてあって中にミルク入ってて、うん、あーいいよ、あーめっちゃいい、食べるみたいな、めっちゃめっちゃいいやん、あーまとも、ジョーあたり若干脱線するかなと思って、いや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 、でもじゃあ今のところ汁物としては、うん、白だし風味のお吸い物と、うん、味噌汁と、うん、ミルク、ミルクですね、ジョーロに入ってるやつね、そうそうそう、あーなるほど、いやいや、まあ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 た、まあ、うん、何何何いやまあまあまあでも、でもなんか一番コンセプトカフェに合う、そうコンセプトカフェでしょ、やつやな、そんな、うん、だって考えてみや、おやさん、ここまで2つ、はいはい、ただのご飯屋さんやで、あまあまあ確かにスイーツ欲しいところよね、そうね、甘いもの欲しいな、いいじゃん、白だしの選択肢もあるから、さあ、あ確かにドリンクも欲しいね、ああ、青汁そっち取ったんや、そっち行っちゃうんや、そっち行っちゃった、サイジュースとかでいいのに、いやいやいや、お前それもうそうやないや、そうなんや受け入れた、柔軟やな、脳みそ柔軟やな、まあ、でも緑を体験してほしいかな、はいはい、まあ、そうやな、緑づけな、そうなるよな、うんうんうん、いいな、いいね、美味しそうやけどな、美味しそうでしょ、ミルクとか、めっちゃいい、もちろんもちろん、もちろん、いいものが出てきますよ。青井さん何が出てくるかな。まあ、ラスト青井は？はい、俺は、うん、パフェです。パフェ。甘い。ああいいね。あの鬼ほど甘いパフェです。甘党やもん。はい。ちょっと心配やな。うんうん、で青色。青色？青色ね。うん、色味で出しさを出していくだな。うん、そうそうそう。いいじゃん。まあ、でもなんかブルーハワイとかさ、うんうん、あのクリームソーダの青いクリームソーダとかさ、あるな、ある、あるある、ある、確かに確かに、なんかなんかああいう感じの爽やかなやつとか、うん、うんうんうん、あとあのアイスとか、はいはい、他青ってなんだ、はいはい、分からへん、青ってちょっとむずいよな、ブルーベリー添えてあるとか、まあ、空、あ、そうね、空かなじゃあ空で青い空かな神様みたいなとこ言うやん、今日は空を食らうかみたいな、空提供するわ、あの注文入ったら屋根ぶちお待たせしました、どこもうしゃあない、そうするしかないな、で青空じゃない天気悪い日は、うん、あの今日は売り切れてますって言って、あ提供できへん、そこ雲突き飛ばしてまで空出してくれへんの、おお、いいやん、なるほどね、あなたのあの曇った心を晴れさせますみたいな、うん、そういうメニューじゃないの、オッケーオッケー、頼むときはずすぎるやろじゃ あのこのあなたの曇った心を晴れさせます一つ
嫌やな。嫌やな、言えへんな。言いたくないな。で今後もう一回話案件来た時に俺以外のメンバーで出すやろな。いや今んとこ白出しと俺しか出へんと思うよ。そうやな。お米も実はやばいから、うん、かもしくは天井がないとこだけあの葵にオファー来るかもしれない。あなるほどね。逆にね、そうそうそう、屋外夏フェスみたいな。屋外、はいはいはい、あ夏フェスで出すわ。いや夏フェスやったら別にもう葵さん関係ないやん。そらずっと出てるもん。ほんまやな。そらですって言うだけだ。葵さんあれは汁物は、あ汁物はカフェせめてドリンク、ドリンク中華スープとかにする、わかめスープとかにするか。あ青い、あいいな。いやでもいいの、中華スープ良くない？なんかどこがや？とびっきり甘いパフェとちょっとあの塩気効いた中華スープ、鶏ガラの。ちょっと心配やな。まあ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 。あのぜひ案件とかのあの権力がある方は聞かんといてほしい。なかったことにしてほしい。今のとこ天井吹き飛ぶの確定してるから。そう途中までで聞くんやめてほしいな。でも見て俺やけ、似てみ俺やったけど。青いパフェに、うん、にドリンクでもソーダとか、なんかやっぱ青で行きたいよね。青で。海でしょ。あそうやな。海。あの空と海っていうタイトルでじゃあ相談やろ、商品出すわ。でもなんか私見たことあるけどさ、うん、コップにクリームを雲みたいにブチブチブチってつけて、はい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 、で水色の飲み物、はい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 、青い飲み物を注いだら、うんうん、コップが空っぽくなるみたいな、へなんかそういうなんか映える飲み物みたいな、はいはい、じゃあそれで、いいね、飲み物になっちゃう、じゃあそれでいいよいいよ、うん、いいんだ、おしゃやん、おしゃスープ、ね、それでギャルやんめっちゃギャル、俺おしゃやん、それで言って、青けりゃ何でもいいやん、もう青けりゃね、まあで青くて甘いものが出したいってことやな、そうね、とにかくとびっきり甘いやつでお願いします、うんうん、あとパフェ作るのも上手やもんな。そうね、俺パフェ作れるって知ってた。いや知らん、そうな、仕事のあれでな作れんねん、そうそうそう、パフェめっちゃ作ってたから、はい、ぜひこれも青いパフェに使えるんじゃないっていうなんか具材があれば教えてください。ぜひぜひぜひ、てかおのおの教えてほしくない、そのさんこれあるよとかさ、おのさんこれあるよみたいな、おのおさん具材これいいですよって、うんうん、なんかあれば4つ入れるからな、4つ入れるからな、てかあのみんな絶対教えて、ほんで案件でそのいただくから、うん、あーなるほど、そうそうそう、あなたの答えがコンセプトカフェのメニューになるかもしれない。めっちゃいいよ。いいね。いいね、それ。確かに。ぜひ考えて教えてください。ね、うん、コメントいただいたものは俺らずっと記憶しとこう。うん、てか、私たちが自分でなんて作るわ。あ、なるほど。あ、そうね、確かに確かに。ああ、確かに。オフミドルになるかもしれない。ああ、いいじゃないですか。うん、まあ、さすがにな、アメ細工でこんなでかいやつとかちょっと厳しいけど。ね、俺もちょっと天井口のくんは無理やから。無理やから。だからあの再現できそうなものとかいいねいいね、あのやりたいから、いいね、ぜひ皆さんコメントで教えてください、よろしくお願いします、お願いします、はい、はい、というわけでそろそろおつみどろのお時間となりました。で今回採用ってか読んだお便り、うん、まだまだ募集しています。はい、なんか今回みたいにこれするんやったらどうしますかとかでもいいし、うん、あ、まあ、前から言ってるけどお悩み相談も全然、あそうです、ね、うん、今のところ来てないところはあんまり信用されてないところかもしれないね、いやリスナーのみんなはそう幸せ、みんなハッピー、あー幸せない、失礼しました、いい顔してんな、いい顔してんな、いい顔して幸せしたって言ってるわ、すいませんねそうそう、お便りちゃうわ、あの相談でもいいし、うん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 、あ、福袋、白だし福袋とかさ、あいい、福袋とかやったら中に何入れますかって今度やろうか、うわいいねやろうか、そうやな、今度やろうか、これ次のやつやな、次のやつ、もう一本取るか、もう一本取るか今やめた方がいいかも、今やめた方がいい、脳みそがちょっとやばいことになってるから、変なことになってるから、うん、そう、もう全然どんなマシュマロでもいいので、うん、あ、マシュマロって言っちゃった、どんなお便りでも、そう、どんなお便りでもいいのでぜひ概要欄にあるマシュマロのリンクから送ってきてください、お願いします、お願いします、マシュマロ私がメールくるたびにあ来たかな、あ違う、楽天ややってるんでぜひ、はい、お願いします、はい、うん、はい、というわけでまた来週の月曜日にお会いしましょう、本日のお相手は白い引き出しとオプト米玉と青いムーブでした、せーの、おつみだろー。